くんちとは、九州北部における秋祭りに対する故障。収穫を感謝して奉納される祭りである。おくんちと称される場合もある。ほとんどのくんち行事に共通する要素として、神社からお旅所まで越しによるご信仰が行われることがある。またそこに、大名行列や地後行列、出し林、踊り、獅子舞などが加わるが、 何が加わるかについてはその地域ごとに大きく異なり、同じくんちと一括りにできないほど多彩なものになっている。現代においてはご信仰よりもそれに加わるものの方が、イベントとしてメインの扱いを受けており、神事としての意味合いはかなり薄れている。多くのくんちでは、ひらがな表記のくんちを正式名称として使っているが、語源の説により、9日、ともぴ、 宮人いくつかの漢字表記がある。旧暦の9月9日、徴陽の節句に行われた祭りであることから、9日という呼び名が定着したという説。長崎など、この説を有力としている地区が多い。9月19日、9月29日を含めた日程で39日としての祭礼を行っている地域もあり、これが元とも言われる。現在は参加者の都合から休日などに日程を、 ずらして行われているくんちも多い。この説を取る祭りが多いにもかかわらず漢字表記として、9日が使われることがほとんどないのは日程について誤解を与えないためであるとされる。昔から9日に行われていなかったくんちもあるが、これに対しては呼び名だけが伝わったためという説明がされる。収穫した作物を神に備える日、友美から転じてくんちになったとする説。 漢字表記がされる場合には、この表記が使われていることも多いが、後から当て字として考えられたものとも言われる。お宮に対して祭りを行うため、宮日ということだが、くんちの故障が秋祭りに限られることが説明しにくい、ため、後から当て字として考えられたものとも言われる。この日本三大くんちが選定されたのは、早くとも博多をくんちが始まった1953年より、 あとと考えられる。どこの誰がどういう基準で選んだものかについては比較的近年のことだがわかっていない。長崎県長崎市の各地域で行われるくんを総称して合くんとも呼ばれる。佐賀県福岡県。ありがとうございます。